はい、今日の一品です。まずはかぼちゃ4分の1ですね。レンジで4-5分チンして柔らかくしておきます。ここにブレンドスパイスですね。これをたっぷりとかけてマッシャーで潰していきます。柔らかくなっているので簡単に潰れます。食感が欲しい人は調整して潰してみてください。はい、こんな感じで潰れたら今度は乾燥パセリですね。そしてオリーブオイルを少量入れて甘いのがちょっと苦手なのでちょっとスパイシーな感じに仕上げています。あとは粉チーズをたっぷりかけて混ぜていきます。あとはシリコンカップに移して お弁当箱に入れれば完成です。かぼちゃのサラダ、お弁当にどうぞ。